日本は今日このゲーム引き分け以上でグループステージの突破が確定します。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間はイスラエル対日本、こちらをご覧いただきます。日本国国歌お聴きいただきます。続いてイスラエル国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいというところですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、はい、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここ機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、やっぱ中盤が大事になってますよね、うん、さあ前半見ていきましょう。コナミカップグループリーグ最終節、イスラエル対日本、サイドの紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがイスラエル、反対側右のエンドからが日本。さあ左へ預けてスルーパスと、これはつながりません。ティビ一気に前線にボールを送る、これはつながりません。内野、佐藤、サイドを縦に走らせます。クロス低い、シュート、押し込むか、防いだ。これよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。日本打てるか、縦にボールを送る、これはファウルではありませんでした。かチャンス来た、ここはすぐ奪い返します。日本スペースを狙った、佐藤自分で行く、低いシュート、うわー、ピタリと合わせてきましたがゴールになりません。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。これをカットします。ス
ルーパスを出す。いいボールだ。佐藤へ抜けてくる。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。日本はコーナーキック2本目。このクリアボール拾いたい。大きく縦へ。さあ左サイドへ。ここはちょっと強引か。ナトホ。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。裏へ届くか。いいボールでしょ。もうこれいいでしょ。中上げる。これを拾いたい日本。さあ左へ預けてプレッシャー。日本はこの試合を引き分けもしくは勝ちで終わることができれば突破が確定します。ここで前を向けるか。スタートシュート。シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。イスラエル貴重な先制点を奪いました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、ね、サポーターも盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。佐藤カヤル細かくパスをつないで攻め込んでいきます。もともとミドルが得意なプレーですからもう隙があれば打ってきますよね。日本今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。チャレンジはしません。後ろに流す。ティビ。サイドのスペースを使います。足元のクロス。カヤル。山本。日本としては前半このまま行くのかあるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあ、この時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあ、それによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。縦へのボール。イスラエル奪い返します。カヤル。チェックを受けながらのドリブル。プレスからボールがこぼれる。チェック日本。なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをクリアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。裏を狙っていきます。そして今前半終了の笛が吹かれました。45分間戦って1対0。日本先に得点を許したまま前半を終了しています。よく戦ってましたけど今年のバランスという意味では相手の方が少し勝ってますよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。コナミカップグループリーグ最終節イスラエル対日本。ではこの後も試合をお楽しみください。
さあ今日の全てが決まります。後半が始まりました。これ45分で全てが決まるわけですから、はい、もうこの試合のことだけを考えて戦ってほしいですよね。そうですね。裏のスペースを狙う、いいとこありますよ。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。大きく前線に入れます。もう一つ前に行きたい。裏のスペースを狙う。あ、いい展開ですね。ルーズボール。山本、ここも堅い。シュート。イスラエル得点を重ね2対0という展開。イスラエルとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。このパスを防ぎます。サイドを使う。山本、さあ右へ預けてスルーパスを狙う。どうだ、チャンスになるか。シュート。いや、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。さあ左サイドへ、サイドのスペースへ走らせる。来ましたよ。危ない。イスラエル、ここでファールをもらいます。日本は残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。ここは縦に大きくボールを入れます。佐藤、ここは通しません。ボールの奪い合い、激しいものがあります。裏のスペースを狙う。斉藤、佐藤へ。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ギリギリのプレー、縦へ送る。山本、イスラエル、これは奪い返します。組み立てながら攻め上がっていく。
佐藤抜けてくる、激しいボールの奪い合いです。ナトホ、いいプレッシャー、佐藤へ、さあここでカウンター、斉藤裏へのスルーパス、シュート、日本このビッグチャンスものにできませんでした。いやただこういったねいいプレーをすると少しずつ変わってくる可能性ありますからね。イスラエルは相手カウンターをしのぎましたが気をつけたい場面でしたね。いやーチームとしてあの状況を作ってしまってはいけないですよね。それにしてもナイスキーパーでしたね。日本は3本目のコーナーになります。これ仕掛けるか、さあシュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。プレスからボールがこぼれる、スペースを狙う、シュート、イスラエル3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。いやいい形でしたよね。なんといっても出しのタイミングですよね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。今日2点目のゴールです。イスラエル3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。右サイドを上がっていきます。裏を狙う、カット、低いボール、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。日本はコーナーキック4本目、イスラエルは1本です。ザハビ、さあ繋がるか、勝負のシーン、これはよく攻めました。取らないですね。山本ドリブルで仕掛ける、ボールのとこのパス抜けてくる、アップオフサイドですか。プレッシャー、縦へのボール、裏へ届くか、このスルーパスは通りません。イスラエル、ここは時間を使います。長いボール縦に入れます、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。佐藤裏を狙う、いいボール入りますよ。ドルーズボール、中人数揃っている、再びクロス、しかしここで
終焉をつける長い笛。3対0日本敗れました。そしてトーナメント出場はなりません。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としては今日は大事な最終局面だったんですけども、結局敗退となってしまいましたね。ただこれまでいくつもいい戦いがありましたし、また次の大会でも見ていきたいなっていうふうに思いましたね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。コナミカップグループリーグ最終節、日本が3対0で敗れています。